いにゃん、ありがとうございます。さあ、皆さん、この時間はカウントと星だけで全然大丈夫です。本当はさ、この時間さ、お菓子さ、なんかね、さっきね、さ、マネージャーさんがね、すごい素敵な差し入れをくださってね、トゥンカロンってわかります？あの、マカロンの、なんかトゥンカロンって、なんか太っちょのマカロンって意味なんですけど、かわいいかわいい今、なつきちゃんがめっちゃかわいいことしてた。お疲れー。そうなの。でね、なんかトゥンカロンもね、くださったの。差し入れね。そうそう、マカロンの大きい、なんか、間のクリームめっちゃ分厚いみたいな。そう。食べてる子いたでしょ、さっきの配信で。で、私もさっきさ、ゲットしてさ、この時間の配信の中で食べようと思ったのにさ、持ってくるの忘れちゃった。ちょっと今、別室に移動してさ、ちょびっとだけ配信するだけだからさ、別室に移動してきたらさ、携帯しか持ってこなくってさ、トゥンカロン、せっかくこの時間のショールームに食べようと思って撮っておいたのに。私、おしゃべり会中ずっとここ、肩身離さずここに置いといたんで、私のトゥンカロン。次の配信で絶対食べるぞって思って、ここに置いといたのに、忘れちゃった。別に食べれるけど、まあでも、いっか、もう私食べちゃうからね。もうみんなに見せる必要もないよね、別に。だって次のさ、配信するときはさ、もうさ、夜ご飯なんだもん。次配信するときはもう夜ご飯だから、もういいよね。食べちゃうからね、私。あー、困ったわ。ありがとうございます。ありがとう。もう、食べちゃう。うん、なんかね、うさぎの形してたね、それは。うさぎの形、なんかすごい結構奇抜なカラーだったな。じゃあ皆さん想像にお任せします。私が今から、ちょっと、覚えてる限りで食リポするから。なんか奇抜な緑色の、なんかマカロンの生地がね、奇抜な緑色に、なんかいちごチョコがかかってて、その上に、パラパラパラーって、なんだっけ、あの、カラフルなやつ。あれが見てました。にゃ、くまたわ、ありがとうございます。エアー食リポ。いや、食べはしない。あの紹介だけ。エアー紹介。食べたかったな。じゃあちょっと、せっかくだから皆さんに今日の私の全身をお届けしましょう。なんか猫さ、次、4部もこのまま猫なんですけど、次は4、5、あ、でも写真撮る時間あるか。次はあれですよね。4部と5部の間は、そうだ、着替えるから配信入れなかったんだ。だからまあ、この後、4部終わった後写真撮れる。写真撮るけど、撮れたらいいかなぁ。はじめまして、ありがとうございます。めっちゃ厳しいな。ここでいいか。靴下までついてるんだけど、ちょっと靴下までは映らないな。でもスリッパはさっきの犬のまんまだからさ。そうなの。次は5時45分からだね。そうだそうだ。こうの方が明るいのかな。バーすいません、倒しました。倒しちゃった。はぁ、ダメだ、もう落ち着け、落ち着け、本当に。あんたが一番落ち着けって感じですよね、本当に。危ない、危ない。来たから。かわいいよね、これ、本当に。次配信するときは、ウサギになってると思うので。いっぱいスクショ撮っておいてください。絶対スクショ撮れるようなポーズじゃないんだけど。
ょっとさっきね、犬の時もさ、テンパりすぎちゃってさ、スクショ取れる状況じゃなかったもんね。犬持って、ビビーね、持つほど大きくはないんだよ。お疲れ、お疲れ。わ、チャイナの二人が来た。チャイナの二人、めっちゃ可愛い。ハルチュンとユキちゃん。今日はみんなね、ハロウィンな格好してるから。みんな可愛い格好してる。なんかでも、チャイナめっちゃ多かった。うん、チャイナめっちゃ多いな。ユメと、ハルチュンとユキちゃんと、あと、花江も来てた。花江も来てたね。あー、クマタワーありがとう。ありがとうございます。まあ私は絶対にチャイナ着ないので。生写真で一回来たけど、自らこうコスプレとかする回には絶対にチャイナは着ないと決めているので。絶対に嫌。絶対に嫌なので着ません。それだったらまだこういう可愛いの着たい。チャイナより。もうこれは加入した時からずっと決めてきたので1位取ったらチャイナ、たとえそれで1位を取ったとしてもチャイナは嫌い。それぐらい、それぐらいの固くなさです、私のチャイナ。はい、コスプレ、なんか別に嫌いじゃないけど可愛い、なんかこういう動物っぽいやつの方が好きです。お疲れ様です。そうなんです、ちょっとだけショールームしてます。あー、おりなさん来てください。ありがとうございます。すごいね、10分だけなので。本当に皆さんも頑張って、皆さんありがとうございます。優しい、映ってくれた、優しい。そうなんだ、優しい。あれだ、あれだ。ごめん、もういい。もう私なんよな。もう私なんよな。あと1分。ありがとうございます。ちょっとこの枠は、ランキングお読みしないので。もう本当に11分過ぎたらすぐ終わりにします。あったね、みんな可愛い、みんなみんな可愛い格好してる。ありがとうございます。じゃあ次もう一回猫で喋り会した後、次はウサギになってきますね。はい、頑張ります。ありがとうございました。次はお先で。ありがとうございます。もう終わっちゃうかな。あ、もう終わる。だねー。ありがとうございました。